階段でよろけるっていう。鉄の女よろけるっていう。そういうことがあったらしい。どうも皆さんこんにちは、セピアです。さあ、今回は香港歴史編やっていきたいと思います。 以前、香港の現代社会編という動画をお送りしました。で、あの時には香港が返還されてから今に至るまでっていうところを主にお話ししました。香港の民主化活動っていうね、なんかすごく激しいデモが起きている。あれ一体何が起きてるのっていうようなことっていうのを重点的にお話ししました。まだご覧いただいてない方はこちら、ぜひぜひ合わせてご覧ください。で、今回は歴史ですね。 どちらかというと、返還に至るまでの歴史っていうのを補ってお話ししつつ、あとは香港にまつわるちょっと面白い話っていうのをこの辺りでトリビア的な部分でお話ししていきたいと、そういうふうに思っています。早速見ていきましょう。まず古代から中世にかけて。で、香港っていうのは台湾と違って中国本土と陸続きです。海隔ててない場所にあります。ということで、歴代の中国王朝の支配下に入っているようなそんな場所でした。 で、いつ頃からかっていうと、新朝からです。で、清朝っていうのは、ここに書いてある清い新朝じゃなくて、あの、キングダム、始皇帝、永世、あの新ですね。あの新朝だから2000年以上前です。そんな昔から歴代の中国王朝の支配下に入っていました。で、そんな状況が1000年以上続いて、16世紀、大航海時代ですね。 ポルトガル人がアフリカ、アジアを勢力圏にしていました。ということで、その流れで、ポルトガル人が香港にやってきて、ランタオ島を占領しました。で、ランタオ島っていうのは、あの、今、ディズニーランドがあるところですね。なんかちょっと編集で地図出してますかね。前回のあの、現代社会編でも出しましたけれども、ここをですね、唐突にやってきて、ポルトガル人が、ここは俺たちの土地だってってやったわけですね。ただ、この時の明朝、中国は明朝でした。 強かったんですね。これがめちゃくちゃ強くて、中国の民朝が、おい、ポルトガル人お前ら何やってんねん、ボーンつってワンパンで退治して、で、ここにいたポルトガル人たちは追放されて、で、ここから70キロほど西に行った場所へと移動することになりました。で、この時から時を経ること300年くらい、19世紀に入りました。で、中国の王朝は新朝に変わっています。ただ一方でですね、 産業革命を終えて銀金になった、最強になったイギリス。これがやってきます。で、この時のイギリスっていうのは、もう世界中に植民地をいくつも持っているような、大英帝国って言いますね。British Empire。英語で言うと、大英帝国。地球一周すると、どこかでは太陽が必ず出ているっていう、太陽の沈まぬ帝国。なんていうふうに言われている最強のイギリスでした。で、このイギリスが中国にやってくるんだけれども、 悩みの種が一個あったわけだ貿易をしてたんですけれどもこの新とのの貿易がものすごい赤字だったんですというのもこの頃イギリス産業革命もやってほぼほぼ終えれてるっていう状態だったんですけれども工場を建てていっぱい労働者っていうのを働かせてっていうのでやってました。でその労働者にお茶を 紅茶を与えて、で、砂糖を入れる。砂糖入り紅茶を飲ませることによって、砂糖でエネルギーを得られ、しかも紅茶で眠気覚ましになる。これは一石二鳥だ。ん二石二鳥だね。っていう二つあるから。まあでもすごくいいっていうことで、お茶の文化っていうのはものすごいポピュラーになってました。ということで、一大産地中国。お茶の一大産地中国、清朝から輸入してたんですね。で、ただ、ただで買うっていうことはない。 当然払うべきものは払う。で、当時国際通貨になってたのは銀です。だから銀、イギリスから中国に銀を流し、そしてその銀でお茶を買うっていうことで一方的な赤字になってたんですね。しかもですね、困ったことにこの頃中国っていうのは日本と同じような鎖国体制をとっていました。で、日本はあの長崎の出島に限って中国と、あとはオランダと貿易するみたいなことやってましたけれども、この頃の清朝は広州、 この一行に限定して、で、しかもそこに古本っていう貿易の役人みたいなものを置いて、この人、この場所限定で海外と貿易するっていうことでやってました。だから、この古本のいいねで、ふっかけられた金で、イギリスはお茶を買うしかなかったんです。だからっていうことで、めちゃくちゃ、もう金がかさんで赤字になっていた。これはまずいなと思ったイギリス、一計を案じた。 何をしたかっていうと、インドだったんです。当時インドはもうほぼほぼイギリスの植民地っていうような状態になってました。だからですね、このインドで作ったアヘン、麻薬ですよ。アヘンを中国に密貿易。 してて流すことによって中国人をアヘン漬け、麻薬漬けにしてで中毒になるともっと欲しい、どんどん欲しいって言って無限に需要が湧いてきますからどん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 流せるインドと中国で貿易をするでアヘン欲しいって言った中国は銀で支払うでインドに銀がやってくるでインドは人口がいっぱいいますからイギリス産業革命終えたイギリスで作った目織物 まあ学校の言葉で言うと面織物っていうか、簡単に言うと洋服とか、あのタオルとか、そういう日用品ですね。それ人口の分だけ必要なものですから、だからいっぱい売れる。っていうことで、これでインドからイギリスに銀が流れるっていうことになる。こうして、ついにですね、収支が逆転するっていうことになりました。今までイギリス中国に対して貿易赤字、めちゃくちゃな赤字だったんだけれども、黒字転換したんですね。困ったのは中国です。新朝。 これ、貿易赤字だけならまだしも、このまんま国民がみんなアヘン漬けになっちゃったら、国がめちゃくちゃになっちゃうぞ。ということで、アヘンの吸っているやつ、そしてアヘンの密貿易に関わっているやつは全員死刑だっていうふうにやりました。さらに、ここの貿易港で見つけたアヘンの束。 1400トンあったらしいんだけど、これを一気に燃やしちゃえって言うのブワーってって、やったんですね。もうこのぐらい強硬的な手段を取らなければ、この中国からアヘンがなくならないっていうことでやった。なんだけれども、これに怒ったのはイギリスだ。おい、お前何やってくれてんねん。俺のもんだぞ。密貿易だけどな。俺のもんだぞ。何してくれてんねん。って言って、戦争を吹っかけた。これが、アヘン戦争っていうやつなんですね。 で、このアヘン戦争、戦い起きたんだけれども、産業革命を終えてギンギンになっているイギリスと、球体依然とした旧式の武器にこだわっている新朝中国です。やっぱり勝負にならなかった。イギリスが圧勝して、で南京条約というのを結ばされて、で、ここで、香港島をイギリスに割譲するっていうことになりました。ちっちゃい島ですね。ただ、このちっちゃい島が大きな足がかりになっていく。 さらにですね、15年ほど経って、今度はですね、なんかめちゃくちゃすごいイチャモンをつけて、この香港から出た香港籍、まあ実質のイギリス籍のアロー号という船が、この中国の沿岸をこう航行していた。で、それを中国人が、あいつあれは海賊だって言って、海賊の取り締まりはって言ってですね、そのアロー号に近づいていって、中国人の役人が乗り込んで、で、そこに立っていたイギリスの国旗、ユニオンジャックですね、イギリスの国旗をポーンって,って引き倒した。 ね、それは何たる侮辱だお前って言って、イチャモンをつけて、しかもアローコとかフランスを呼んで、2対1の構図、英仏対中国です。こういう構図でまたまた中国をボッコボコに倒して、で、最終的に北京条約っていうのを結ばせ、で、ここで九龍半島南部、香港島の真向かいですね、南部を永久割譲 っていうふうにしました。この段階で香港島と九龍半島南部は一生イギリスのものですっていうふうな形になりました。さらにここから30年ほど経って、今度は日清戦争です。日清戦争にも、新、中国は負けることになりました。で、これを見てヨーロッパ列強各国は、あれ、中国って本気出した強いと思ってたんだけど、あいつ日本にも負けんの じゃあ、弱えんだなって言って、今だって言って、ヨーロッパ列強がガーッといろんなところを勢力下に置いていった。イギリスはどこを勢力下に置いていったかというと、1898年で,ですね、この、天卓香港開始戦場っていう、なんかちょっといろいろ漢字が難しい漢字が並んでるけれども、まあ、ともかく、この条約で、九流半島の北部、そして周りにあるちっちゃい島々、これを新しく領地にします。で、これをまとめて、深海。 英語で言うとニューテリトリー、深海と名付けて、この深海を99年間咀嚼地としますっていうふうにしました。咀嚼とは、まあこれもね、あの前回の現代社会編でお話ししましたけれども、咀嚼とはレンタル統治みたいな形です。実際の創始権は中国にあるんだけれども、でもここをレンタル統治みたいな形としてイギリス色にします。まあ実質イギリスの領土なのかなみたいな、そういう感じにしたっていうことですね。 ま、ただ、期限99年とついている。で、そしてですね、清朝が侵害革命で倒れて、中華民国になりました。後に台湾になる政権です。で、この中華民国が、深海、ニューテリートリーとの行き来を可能にしてました。ね、ここ国境だからもう絶対通れませんって、がんじがらめにしてたわけじゃなくて、結構ここは緩く行き来可能っていうふうにしてたんですね。そして、これ、ぜひ、我々日本人は知っておくべきことです。1941年。 第二次世界大戦、太平洋戦争が日本も参戦するっていうことになりました。ね、あの、真珠湾攻撃って言って日本が仕掛けて始まったんですけれども、ほぼ同時にイギリス領にも攻めていきました。まあ、マレー半島に攻めていった、シンガポールの方に行ったんだなっていうのは結構有名かなと思うんですけれども、この時、イギリス領になっていた香港にも日本は行っていて、ここで日本が香港を占領してるんです。なんとここから3年8ヶ月、香港は日本領、 の時代として時を過ごすことになります。で、この香港が最終的に陥落したのが1 9 4 1年12月25日、クリスマスの日だっていうことでですね、この日のことを暗黒のクリスマスっていうふうに香港人は今でも呼んでいて、で、これね、日本に占領されて、 イギリスの銀行がの機能が全部止まっちゃって、あとは外との貿易も止まっちゃって、で、どうも生活が立ち向かなくなっちゃって、で、その場所で亡くなる人もいれば、国外に亡命、流出するっていう人もいて、国民が半分以下になっちゃった。数が半分以下になっちゃった。っていうことで、結構この時のことをもって、日本について否定的に見ている香港人の人たちっていうのは結構いるらしい。これ台湾とはすごく対照的だと思います。 台湾、まあでも台湾もね、最初行って2万人近く虐殺をしちゃったっていう、まあちょっとそういう暗い過去もあるんだけども、でもその後、ちゃんと台湾を統治して、で、台湾の近代化ってことを日本本腰入れてやって、人材も投入してとかっていうのをね、やって、で、これで台湾の人たちが日本の政府、すごく俺たちのためにやってくれるじゃないかっていうことで、 台湾人は日本に対して結構好意的に見てくれてるっていうそういう側面もあるんだけれども、香港の人はちょっと否定的に見ている。特にあの、この戦争の時のことを記憶にある年配の方、あるいは親から直接そういう話を何でも何でも聞いてるっていうような年配の方は結構こういう見方をしてる方も多いっていうのは、一つ知っておくべきことかなと思います。 で、そんな日本の占領時代もですね、この第二次世界大戦終わって、日本が敗戦となって、日本が引き上げていって、で、ただ本土で、中国本土で、国民党と共産党の内戦っていうのがあって、で、共産党が勝ちました。で、共産党を率いていたマオツオトン、毛沢東が、中華人民共和国を建国します。1949年なんですけれども、で、この49年の翌年、1950年に、早くもイギリスが、中華人民共和国、 毛沢東政権を承認しますで、これ、共産党でしょソビエト側なんですよ。だからということで、ソビエトと戦ってたアメリカ、米ソ冷戦の時代です。アメリカを親分とした西側諸国、資本主義諸国、日本とか、あとはフランスとか、イタリアとか、あの西ドイツとか、こういう国、イギリスもそうなんですけれども、この西側諸国の中で、こんなに早く承認したっていうのはイギリスだけなんです。で、これは、なんでかっていうと、もう明らかですよね。 こんなでかい中国の下の方にちょこんと香港があるわけだ。だからということでこの香港を守らなきゃいけない。で、イギリスはあのヒトラーと戦った第二次世界大戦結構ボロボロになっちゃった。だから今、あの中国に本気で香港を攻めるぞって言ってやられちゃったら、戦う力、体力ないぞっていうことで、中国に、中華人民共和国に、あまああのあ、とりあえず OK ですよ。 あの国としては認めますよ。でも、あの台湾との、ね、関係もあるから、正式に国こ,こを結ぶってことはできないんですけど、あのとりあえずは、うん、とりあえず OK ですって言ってた。で、これで香港をなんとか守ろうとして、で、この香港はイギリスの植民地だっていう状態は、ここからしばらく30数年続いていくことになった。ただですね、1980年代に入って、いよいよあの時の99年の期限がもうすぐ見えてきたぞっていう段階になって、 イギリスのマーガレット・サッチャーという女性首相、鉄の女と呼ばれてる。すごいよね。<laughs> ね見た目に、ね、スワッとした、なんかこう美しい感じの人なんだけれども、その実、政治ポリシーは鉄の女と呼ばれる強硬派の政治家。で、この人はあの、アルゼンチンとフォークランド紛争って言ってですね、ドンパチン戦争をやるみたいな、そういう人だったんだけれども、この人が、あ、このまま行くと、香港が中国に戻っちゃう。これはダメねって言って、中国に 咀嚼期限を延長してくれないかっていうふうに交渉に行ったんですね。ただ、その時中国で待っていたのが最高実力者、トン・シャオピン、トン・ショウヘイと言います。で、このね、ト小ショウヘイを表すのに、この人国のトップじゃないんですよ。いわゆるあのね、総書記とか国家主席とか、そういうトップじゃないんですよ。だから各国のマスコミがあのト小ショウヘイってやつをなんて呼べばいいんだ肩書き何なんだ ということで、困った末に作り上げた称号が最高実力者というね <laughs>。ないんですよ、正式にはそんな肩書き。でも、最高実力者の東小平。150センチぐらいしかない、すごく小柄だったんだけれども、山椒のように小粒でピリリと辛い。そんな男、東小平がですね、鉄の女を目の前にして言うわけです。いや、ダメっすよ。ちゃんと期限が来たら返してもらいますからね。 しかも、あの深海だけじゃなくて、香港島も、九流半島南部も、これからずっとイギリス領となるはずの場所であろう場所も全部ひっくるめて、香港は99年の期限が来たら返してもらえますからね。だって、香港島、こんなちっちゃいとこが残ってたって、どうせインフラとか、ね、水とか色々あるでしょう。そういうものを本土の方に頼ってるんですから、そこだけ残されたところで、この香港の人たち、やっていけないでしょう。 全部をお返しいただくのが、真に香港人のためになるんじゃないですか、サッチャーさんって言って、強行姿勢。で、これが飲んでいただけないようだったら、私、武力行使も辞さないですからね。っていう風うに、めちゃくちゃ強行姿勢で突っ張ってきた。でこれを聞いたサッチャー。正直ね、舐めてたんでしょうね。わかりました。<laughs> って、言っちゃった。 で、これがあんまりにもショックだったのか、この東小平との会談が終わって、その会議場を出ていくときにですね、会談でよろけるっていう、鉄の女よろけるっていう、そういうことがあったらしい。よっぽどショックだったんだろうな。で、そしてですね、2年後、1984年に中英共同声明ってものが正式に結ばれて、ここで予定通り99年後、この期限通りに全部を中国にお返ししましょう。 とということになりそして1997年がこの時からの99年後です1997年の7月1日予定通りイギリスから中国へ香港は返還されるということになりましたでここからの歴史とどういうふうに道筋っていうのはあの現代社会編の動画で詳しくしゃべりましたんでこちらまたご覧くださいさあ今回はですねこのお話是非したいなと思います